さあどうだ、ちょっと待てよ、向こうに乗っけて、もう行くか、危ない、からの、危ない、危ない、危ない、すっげえ連続キル少なってきろ。皆さんおはようございます、寝起きですってことで、今回もですねコールオブデューティーブラックオプスコールドをプレイしていくんですけども、なんとですよ、ストアのところでこちらっすよ、ワンダーランドリアクティブマスタークラフトバンドルということでですね、この名前を見ただけでもおっと気づいた方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、こちら史上初のリアクティブマスタークラフト設計図ということで、なんとですねこちらっすよ、リアクティブとマスタークラフトが一つになった武器なんですよね。しかも史上初登場、いつもはですねリアクティブだったらキルを重ねることに武器の表情が変わっていくという感じだったんですけども、でマスタークラフトといったら武器モーションがね、独特のモーションが入って、独特の演出が入ってね、ダイナミックなモーションが楽しめるよっていうのがねマスタークラフトだったんですけども、そのリアクティブとマスタークラフトが一つの武器となって登場ということで、こちらっすよ、ホワイトラビット XM4 のねリアクティブマスタークラフトバンドになるんじゃないかなということで、すごくねえか、史上初めての登場っすよ。アサルトライフルの XM4 でホワイトラビットで、サブマシンがありまして、チャーム、アクセサリー、乗り物スキンで、乗り物クラクション、エンブレム、コーリングカード、ステッカー、バトルパス、ワンティアスキップということでですよ、このねワンダーランドリアクティブマスタークラフトバンドルのこのロゴあるじゃないですか、ロゴもレインボーに輝いてるじゃないですか、このロゴのね形自体はここの下だったらね、ほらこれマスタークラフトバンドルの場合はですね金色に光り輝いてるんですよね、でリアクティブバンドルは矢印でレインボーに輝いてるみたいな感じなんですけども、このロゴとロゴがね合体してるんですよね、こういうところもしっかりとね作り込まれてるんですよね、すげーってことでですね、もしよろしければ皆さんこのストアの画面で L3 をポチ、ハセシンコードがありますので、もしよろしければ登録の方よろしくお願いいたします。ということでワンダーランドリアクティブマスタークラフトバンドル、史上初めての登場したバンドル購入していきましょうよ。いやでもすごいね、これからだからリアクティブマスタークラフトバンドル出てくるかもしれませんね、どんどんリアクティブ機能とマスタークラフト機能が一つになった武器が。さあありがとうございます。てことでちょっと装備していこうぜ。さあどれにしよっかな、じゃあこれを変えていくことにしよう。XM4 のあれホワイトラビット、さあセットしてアタッチメント改めてこんな感じ、しっかりと5つついてて3倍ついてるの結構熱いっすね、探知可能距離を伸ばすよと、でダッシュ時移動速度も上げますよと、だからマルチプレイヤーよりかもね、リロード速度ガンガン上げますよと、ダッシュ誤射撃速度をバッファチューブで上げることもできてますので、今回ねマルチプレイヤープレイしていこうと思いますので、かなり相性的にもいいんじゃないかなと思いますね。え、うわ顔出てるで、サブはギアマッティでこんな感じのアタッチメント構成で、でスティームショット、セムテックス、ジャーマーで、パーカー、フラッグジャケット、タクティカルマスク、ギアヘッド、スカベンジャー、忍者、ゴーストでプレイしていこうと思います。その前に少しカスタムゲームで武器のねマスタークラフトの表情を見ていこうと思います。さあということでちょっとねカスタムゲームで見ていきまーす。武器の表情、キルを重ねたら多分このサイトのところにも顔が出てくるんじゃないかなと思うんですけども、とりあえずいきます、皆さんいきますよ。武器モーション、うお、おいおいおい大丈夫か、なになになに、なんか出てるぞ、なんか今も喋ったよねもう一回いきますよ、うおすごいなこれ、これ動画編集で色味変えてないですからね、このねゲーム自体がこの色味になってますね、これ今も喋った時の表情、うわすごい、これ何が出てきてんだこれ、花か、あそうだね、あ骸骨って、あのウサギの武器についてるウサギと、あウサギも顔動いてる、で骸骨も喋ってて、骸骨が手を伸ばしてて、その手と花が触れ合ってみたいな感じですね、うわすごいな。それでは実践やっていきましょう。ということでですね、今後もハセシンのチャンネルでは楽しめる動画をですねマイペースにどんどんと投稿していきますので、まだチャンネル登録できてない方はチャンネル登録と、良ければグッドボタン、高評価ポチッとよろしくお願いいたします。それではいきましょう。さあということでやっていきましょう、実践。さあ始まる前にもう一つだけイモムシを食べさせてもろて、おい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 、やってくぜ。ということで、ちょっとリアクティブの表情ですね、3キルごとに変わっていくっぽいですよね。3キル、6キル、9キルですね。その3の倍数ごとに、表情がどうやら変わっていきますので、その表情をですね、ちょっと見ていきましょうよ、皆さんと一緒に。で、こっちからこうやって上がっちゃうんですよね。で、こうですよね。危なかったね、ちょっとギリギリ。おるの分かってんぞ。そこだよね。餌あるかな、あーちょっと怖いね、爆発するぜと見せかけて俺はすぐ戻るんだよね。見てるね、カットしていく、
こうですよ、リロードがめっちゃ早いんですね。スーン、タグ取って、もうちょスーン、こっち折ったりするんちゃう、逆やったか、こっちやったか、カットしていく、味方のタグは俺が取ってく、変わったんちゃうか、もうほら変わり始めてる、もう変わり始めてる、イモムシも明るくなっている、リアクティブランはしてイモムシまでも色が変わっていくということだな。了解しました、行きましょう。いいっすね、やっぱりマスタークラフトとリアクティブのこの構成熱いぞ、これはいいぞ。待って、チロリ倒して、すぐ絶対リロードかましてセンターいるか分かってっから、ちょ待って待って待って、どこ行くねん、ちょ待って、やばそうな気がする、ちょっと待って、ナイスカバー、リロードが早すぎる、このマガジンのリロードの速さすんごいな、これあそこすげえ怪しいけどさ、こっちも、いや奥見てたわー、いいところ頭だけでちょっとわー、さあ行きましょう、どんどん、とりあえずタグさえ取られなかったらなんとでもなる、すげえ猛烈な逆転まで持ち運ぶこともできるはず、ここ怪しいねー、行ってみる、ローにはしといたで、ちょっとだけこっちはやっといた、絶対あそこなんかおんのよな、待ってタグ取っといて、そこの中いるから、ナイスクラブで、この角いなくなってる、さあタグ取っといて、いよいよ、おお見て、サイトすごい、サイトすごい、ほらサイトのところすごいよ、これ顔出ちゃってるからサイト、これこれがホワイトラビットの凄さというところですね。スンタグ取ってく、リロードかましい、これリスポン変わってるよね多分、これこっちなってるパターンよね、これ 95% こっちから来てると思うだよね、カットしちゃうよ、奥いんの分かってんぜ、カットしちゃうよ、あとここダイレクトに多分突っ込むのは俺危ないと思うので、ちょっと待ってよ、一旦こっちからこうやって丁寧なね、丁寧なクリアリングを見せていく、ここに来てタグもしっかり取ってく、ここ行ってみる、うわ怖い、こんにちは、さあスティムソト注入、ちょっと待って、最終形態になっちゃった、最終形態になっちゃった、紫色、この最終形態がまたいい色してるしょ、これいい色してるだろこれ、やべ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 、リロードするぜ、近距離での3倍難しいからな、スンスン、カットしていく、さあどんどん行く、どんどん行くよ、これ立ち回り考えていくよ、こっちが来るんじゃない、すげえ怪しいよね、セームテックス注入からの当たってんね、ってことはだ、いらっしゃるよね、ちょっと見せてか、ハンドガンに切り替えて、スーン、たまにはこういうプレイもいいんじゃない、ハンドキャノンつながってトーンみたいな感じ、さあ皆さんいきますよ、ちょっと最終形態になっちゃったんで、イモムシも最終形態、最終形態食ったら、おおおいおいおい、はい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 、今日も絶好調です、サイドのところすごいな、これしっかり顔描かれてるわ、カットしていく、カバーしていく、そこ気をつけろ、カットしていく、カバーしていく、うっすん、キルコもなかなか、ちょ待って待って、おるやんこんなか、多分おるよな、さあ待てよ、ハンドガンね、オッケー、カットしていく、リロードが音速リロードからの頭出しポジ、頭出しポジ、さあ来ると思うぞ、来ないんだったらハンドキャノンでレッツラゴー、ハンドキャノンでレッツラゴー、いきます、ここ集中どころっす、ここの角にいるよね、待て、いるよね、やばい、やらかしてしまってるような気がする、危ない危ない、非常に危なかった今のは、ものすげえ危なかった、危ない、さあどうだ、ちょっと待てよ、向こうに乗っけて、もういくか、危ないからの、危ない危ない危ない、すげえ連続キルするなってっけど、この試合俺ノリノリっすわ、ちょっと待てよ、ここで奇獣走者も、あーちょっと待って、押すの早すぎて焦ってもうたけど、焦らずに行こうぜ、焦らずに行こうぜ皆さん、さあこうなったはずしんは誰にも止められないと言うたところでタグ取らしてもろてと、この奥めちょるぞ、まずは一人と、このハープ期間中にどこまでキルを伸ばせるかといったところでございまして、いやーちょっと素直に突撃しすぎたか、さあセムテックスいってこい、でもだいぶいい感じだぜ、低層の台を離れてるよ、機銃操作し頼むぜ、ドロドドドンと頼むぜ、いやーマジか、どうよどうよ、この辺この辺の雰囲気どうよ、そこおるぞ見えた、真横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 、おーちょっと待てよ、タグを取ったら結構おらい、よし結構おらいだ、やべ当てられた、助けてくれー、こっちかだな、そっちの奥にはいなさそう、
待っている、うわー、サラストに、ちょっと芋虫を食べながら行きましょうか。皆さん芋虫パクッと食って、ちょっと待てよ、ナイス勝利、完璧な勝利、いいね、リアクティブとマスタークラフトが一つにあったこの武器。さあラストは LC10。 でもよかったっすね、今後もリアクティブとマスタークラフトが一つにあった武器がどんどん登場してくるんじゃないかなと思うんですけども。さあさあさあ、まずは第1弾目ということでね、今回はホワイトラビットを使ってみましたよということで、皆さんナイス連続キルと思っていただけたらグッドボタン、高評価ぜひよろしくお願いします。さあ何キル何デスだったのか、スコアは果たして何ボなのか、見ていきたいですね、ワクワクですね。さあ現在のレベル218レベル、ありがとうございます。そしてもってチャレンジも完了したか、SPM1659、 33kg72、 キルレ 4.71、 スコア11165ということで、なかなかね目標もいったんじゃないか、結構ね、いい感じにいきましたね。ということで対戦ありがとうございました。ということで今回はですね、こちらホワイトラビットのリアクティブ機能とマスタークラフト機能が一つになった武器を使ってみました。ということで今回のこの動画、改めて少しでもナイスプレイと楽しめてはせしんと思っていただけたらグッドボタンですね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。高評価の数はですね、本当に動画投稿のモチベーションの向上にグーンとつながるということで、今回もワンタッチしていただけたらめっちゃ嬉しいです。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。